文革反対憲法改悪を伴う九条の会全国交流集会、小池健三郎さんの志を受け継ぎを始めさせていただきます。本日の司会は私、九条の会事務局の小沢隆一と世話人を務めています朝倉睦子です。よろしくお願いします。お手元の青い紙に本日のプログラムが書いてありますけれども、そのプログラムに沿って、そして裏面のですね、には、この後、全国各地の九条の会で取り組んでいただいている皆さんのね、発言のラインナップを載せてあります。で本日は、大文革と憲法改悪の岸田政権の落胆に対してですね、全国各地で、さまざまな取り組みをしていらっしゃる皆さんの活動をですね、大いにですね、経験交流して、でそしてまたそれを持ち帰っていただいて、今後のですね、私たちの、取り組みにですね、役立っていただければと思って、久しぶりに企画をいたします。よろしくお願いいたします。で、プログラムの最初に、サーチさん、呼びかけ人のサーチさんですね、ご挨拶を予定しておりましたが、サーチさん、ちょっと年の具合が悪いそうで、本日は欠席なので、皆さんにご質問ということでした。早速、小森事務局長の方から報告をさせていただきます。小森事務局長、よろしくお願いいたします。どうも皆さん、こんにちは。の小森です。11時半ぐらいで、ね、佐々木さんから私にお電話がありまして、3日前から腰痛がひどくなっていろいろ公約を張ったりとかしたりということで、それでずっと私は毎月3日の国会前行動は続けていますし、来月もちゃんと行きたいと思っていますとおっしゃっていました。それから先週の土曜日に広島で講演をされて、九州を過ぎた被爆者の方とご一緒した、皆さんにぜひ共に頑張っていきましょうとお伝えくださいという伝言でしたので、しっかりお伝えしましたのでよろしくお願いします。で今日はまずその3月3日に、救助の会の呼びかけ人である大江健三郎さんが逝去、されたということをご報告しなければなりません。私は最初に就職したところが、成城大学という、私立の世田谷にある大学で、それでもともとその成城中学から始まって新宿にあったのが、今の成城学院前に移転して、それでその指定を通わせる人たちがそのまま学園の近くに住み着いて、まあかなり早い段階の学園都市っていうのができたところが成城なんですね。それで私は1982年に28歳で就職をしたんですけれども、当時の私立の大学って国立大学が60歳定年だったので、基本的に国立大学を定年退職された方たちの集まりだったんですね。だから私28歳で就職したものですから一人だけ異様に若かったですそれで成城学院さんの幼稚園から小学校、中学校、高校だって大学なので、4月の歓送迎会っていうのが合同でやるわけね。ですから一番早くの卒業生がみんないらっしゃるわけです。それで私はたまたま北大の私の指導教師が大岡昌平論で
群像新人賞を取った亀井秀夫という人だったので、その話をご挨拶でしてね、あのしたら大岡翔平さんって最初の頃の卒業生なんです。小林秀夫が家庭教師をしていたんですよ。まあ、その大岡翔平さんがいらしてです、それで小森君呼ばれてるよって言われたんで、私ははいっつっていらっしゃるなんて全然想定してなかったので、それで結果としてあの大岡翔平さんにずっとパーティーの間でワインを運ぶ係にして、それでまあ学園のすぐ前に住んでいらしたので、で今はあのどこにでもあって全然成城石井じゃないんです。当時は成城、本当の成城石井だったんですよ。それでそのフランスワインを直輸入していたので、私があの1限あの若造だったんで、あの皆さんがやりたがらない1限目を全部引き受けていて、1限目が終わるとちょうど10時半ぐらいだったので、成城石井は10時から開くので、そこにワインの調査に行って、それで大岡さんに今日こういう新しいワイン入ってましたっていうことをする役割を、それであの買いにも行ったんですけど、もちろんお金は払ってもらいましたけど、そんなこんなで1ヶ月ぐらい経ったら大岡さんが、まあ、近所に大江健三郎っていうやつがいるんだけど会ってみるかとかおっしゃって、いやそれは光栄ですって言って、あのそれであいつは新参者だからちょっと遠いところに住んでるからレストランではおっぱい行くのになって、それであの成城のフランス料理店で大岡さんのおごりでお会いをしたんですね。それで気づかなかったんですけど、先ほど言ったように1限目が終わって成城石井ワイン調査に週1ぐらいで出かけてた。そうするとね、向こうからあの大江健三郎さんが光さんを連れて歩いて来られるんです。つまりちょうどね、その10時半から11時の間にご自宅を出て、それで成城学園前を通って、成城学園の前を通って、砧公園まで行って、砧公園、すいませんね、成城の話してるので、ぐるっと回って帰ってらっしゃるというのがコースで、それであの、だから大岡翔平さんにワイン報告と大江親子の散歩との出会いっていうのが、なんか私の1982年の始まりだったんですね。それでまあいろんなことで、お付き合いをさせていただくことになり、結果としてあの大岡さんのところに買っていくワインは大江さんのところにも買っていくようになったんですけど、もちろんお金はいただきました。それで、まあ、1980年代に、まあ、私が結果としてそのいろんな人と夏目漱石を巡って論争することになり、それで大江さんとも文学的な関わりが深まり、で、井上久志さんと始めた1990年で始めた座談会昭和文学史に、他の方にはその昭和文学のいろんなことをお話していただいたんですが、大江健三郎さんはノーベル文学賞を取られた方なので、ご自分の文学を語ってもらいますということでお呼びして、ですからその時に井上久志さんともかなり突っ込んだ話をされるようになって、それでまあ救助の会を作るということが加藤さんとの間で話されたあと、まずは大江君にって言われて、私はちゃんとお会いしに行くつもりだったんですけど、電話一本で分かったらやりましょうって話で、それで何人かその大江さんが挙げていただいたお名前も出て、救助の会の9人ができたという経緯ですね。まあ、そういう意味で大江さんは、救助の会を結成する上でもとても大事な役割を果たされたわけですし、ご自分は
講演が下手なんだっていうふうにおっしゃってたんですけど、私が一緒に出た講演会で一度もあの同じお話はされなかったんですね。本当にあの急増会のために全力を尽くされたというふうに思います。で、まあ、盟友でもあった井上寿さんが亡くなられて1年後 3.11 の直後だったんですけど、鎌倉で井上寿さんの追悼集会をやった時、大江さんはこう述べられていました。あの戦争が終わってすぐ憲法を作ろうとした大人たちが帰宮すると書いて、その帰宮という言葉は憲法にあり教育根本にあるということも子供ながら私は知っていていいと思った。この大江さんの思いを私たちはしっかり受け継いで私たちの運動を進めていきたいというふうに思います。その意味で、岸田文雄政権の下で、G7 が終わったばかりですけれども、そのあと危険な内容が改めて今私たちが、きちっと押さえておかなければならない重要な問題だというふうに思います。まずことさらに被爆地である広島で G7 をつまり主要7カ国首脳会議を行いながら、結果としてその G7 で核兵器を使って抑止をするという核抑止という問題を全面的に正当化した、このことが何よりも被爆者の皆さんに対する、そして被爆して亡くなられた方たちへの大きな冒涜であり許し難いことだ。そしてこのG7 で行われた日米首脳会議においては改めてバイデン大統領との間で核抑止の強化ということを言ったわけですね。つまり見せかけだけ広島でやりながら、実際は日本がアメリカと連動して核抑止の強化をしていく、そしてさらにはその核兵器はですね、防衛目的に役立つとした文書を出しながら、その文書について岸田文雄首相は核廃絶に焦点を当てた文書だ、大嘘をついてるわけですね。これに対して私たちは断じて許せないという怒りをちゃんと表明していかなければならないだろうと思います。でその意味でこの G7 について広島県の原爆被害者団体協議会の佐久間理事長はですね、核兵器が防衛的、であるということに全く触れてない、そして広島の心を全く無視しているというふうに怒りを表明しています。まあ、その意味で、ここにですね、今年の4月に、9月までに憲法を改正するというふうに明言した岸田文雄政権の本質があるということを私たちはしっかりと批判していかなければならないというふうに思います。その意味で岸田文雄政権が5年間で43兆円の大軍拡をしようとしている、そしてその防衛力強化資金を調達するための法案が23日衆院本会議で自公の賛成多数で可決されました。そして29日から参院本会議で審議入りをしています。その意味で私たちはこうした岸田文雄政権の大軍拡政策に対する反対の声を大きく運動として進めていくことが求められていると思います。その意味で
この今岸田文雄政権が43兆円の軍事費を5年間で使いながらやろうとしている敵基地攻撃能力を中心とするですね、大軍拡策動が一体どういうものなのか、これは皆さんそれぞれ学習会等を開かれていると思いますけど、このことがですね、なかなか具体的にはその多くの人に実際として広がって知られていないんですね。大軍拡をするっていうことに関しては多くの人が反対しています。例えばこの間の調査でも共同通信の世論調査でこれ6割近くが適切でないというふうに、さらにはその軍拡をめぐって大増税をするっていうことは許せないというふうに答えてはいるんです。中身がどうなっているのかなかなか明らかになって、ここのところ一体その5年間で43兆円をかけて岸田文雄政権がどういう軍事拡大をやろうとしているのか、この危険な中身をですね、私たちの運動を通して多くの人たちに伝えていくことを、そしてそれに対する反対の運動を組織していくことが求められていると思います。とりわけこの間明らかになっているのは、海上自衛隊のイージス艦すべてに配備されることが、計画されているトマホークミサイルが、このブロック5というとても危険な敵基地攻撃能力を持ったものであるということが次第に明らかに。ぜひそれぞれの救助の会で一体岸田文雄政権がやろうとしている大軍拡はどういう中身なのか、このことも含めた学習その他を強化しながらですね、私たちの運動を大きく広げていくことが重要だろうと思います。繰り返しますが、任期中の来年の9月までに憲法を改正するというふうに岸田文雄首相は明言しています。そして先ほど申し上げたように大軍拡方針の予算案がすでに参議院の本会議で審議入りをしているわけです。ですからもう明らかにこれまでの専守防衛を捨てて憲法の平和主義を踏みにじって国民の暮らしや経済を無視する形で軍拡のための大増税をやっていくんだ、これが岸田文雄政権の本質なんだということを、あれこれのカモフラージュに惑わされずに私たちは、多くの国民に明らかにしていく必要が、あるだろうと思います。その意味で、今日行われていくこの救助の会の全国交流集会でぜひそれぞれの救助の会がどういう活動をなさっているのか、それをしっかり学んでですね、自分たちの会でもやれそうなこと、やるべきこと、そのあたりをですね、お互いに交流しながらこれからの私たちの運動を前進させていくために重要な会にしていきたいと思います。ぜひ最後までご協力よろしくお願いいたします。全国各地で皆さんが取り組んでいらっしゃることをこれから伺っていきたいと思います。予定が少し前倒しになっていますので、予定では、25分までの間に12人の方にお話をいただく予定でしたが、まあ、可能であれば14人、お願いすると考えています。それではまず最初に基本北からずっと南島のお帰りの時間の関係で少し順番を入れ替えているところもありますけど、基本的には北から南に流れる形でご報告をいただく、そんな順番になっています。まず最初に北海道の上野さんからお話しいただきます。よろしくお願いいたします。
見ちゃっていいんだよ。見ちゃっていい。皆さんこんにちは。私は札幌市東区にあります堺東球場の会から報告をしようと思って参りました。堺東球場の会は東区に34ある地域学園、等での地域学園職場での球場の会のネットワーク東区球場の会を作ってあるんですけれども、その一つの会です。で、私たちは18年前から球の日宣伝と地域訪問署名行動で地域に球場を守れ、今は大軍拡の、そして核兵器廃絶の世論を起こしていこうということで小さな運動ですけれども行っております。で、最初は2004年の6月9日の球場の会の発足の趣旨に大変賛同しまして、その1年後の2005年の8月15日7名シベリアから の抑留者の方とか、それから広島で被爆された方とか、それから私のように満州から引き上げてきたものとか、もう戦争は二度と絶対嫌だっていう7人がたまたま出会いまして、町内会に移居することもなく無謀に7人で出発しました。で、その7人がいろいろ知人友人と広めて少しずつ会員増えましたが、50名でしばらく続いていた会です。で、どのようなことをしてきたかというと、球の日を大切にということで、私たちの地域に大きなスーパーが2つありますので、交互にそこで宣伝署名活動、それから2つ目には、地域でに入って地域訪問で宣伝署名活動、そして3つ目には年1回学習会をしましょうということで、コロナ禍でできないこともありましたが、去年までで16回の学習会を積み重ねてきました。それともう一つ大事なのは、若い人にこの平和をどう受け継いでいくかということで、東区で公立、私立7つの高校があるのですけれども、新婦人が、28年前から取り組んでいたのに入れさせていただいて、7校前でやる中で、私たちの地域に近い岡玉高校7つのうちの1つを私たちが責任を持って参加していきましょうという、主にそういう活動をやっています。で、先ほども言いましたように、50人前後で市として進まない中で、なんか何かそういう運動をやってる人だけに声かけてもダメなんでないだろうかということで、じゃあどうしようかって署名をしてくれた方に会員にニュースを読んでもらっていいですか、東球場の会毎月ニュースを発行してますのでポストに入れさせてくださいということで入れさせていただいて、それが2012年の9月からそういう形で今612名になっています。あと裏で資料ですので読んでください。以上です。続きまして熊本の三沢さんお願いいたします。呼べる前に出したらいい、次の人はそういうの。熊本の三沢さん、すみません、秋田の鈴木さんからよろしくお願いします。
ガレージ前に出た方がいい。この下に何ですか。皆さんこんにちは。秋田県湯沢市の鈴木でございます。本日は球場のもっといい入ってなかった。入っていませんでした。すいません。秋田県湯沢市の元市長の鈴木俊夫でございます。初めて参加をさせていただきました。全国市長球場の会ということで参加をさせていただきました。で、私は秋田県湯沢市で市議会議員、県議会議員、そして湯沢市長を3期務めてまいりました。で、私の生まれた家の仏壇には兵隊さんの写真が飾ってありまして、うちの祖母が毎日ご飯と水をあげて語りかけているんですよ。私は子供心に何しているのと聞いたら、戦争で亡くなった息子のと毎日お話をしているんだというような話を。で、祖父母から戦争は絶対ダメだと言われて育ちました。球場の会につきましては2008年に秋田県市町村長の会の設立に加わってまいりました。同時に宮城県の球場の会の皆さんと交流しながら、東北6県に球場の会、市町村長の会を広めようじゃないかという話がありましてですね、毎年東北6県を回りながら市町村長の球場の会の交流を進めてまいりまして、ついに東北6県全部に球場の会が出来上がり、東北6県市町村長球場の会の連合という名前でですね、活動をしてきたわけであります。そしてこれを全国に広げようじゃないかという話になりまして、宮城県球場の会、元白石市長の河合さん、そして昨年お亡くなりになりました元鹿島台町長の加野文永さん、こういう方々の強力な、推進によりまして、2019年に全国市長球場の会というのが設立されたわけでございます。これは北海道から沖縄まで現在251名の現職元職が参加して、全国規模の球場の会ということで、その存在意義というのは大きいものがある、そのように思っております。3月には今日の資料にも出てますが、岸田政権による安保3文書の閣議決定に抗議をして撤回を求める声明を発表し、岸田総理や各政党、マスコミに送り届けております。資料をご参照ください。私はこの声明を中心に秋田県での第44回平和憲法を守る秋田県県民集会で報告をいたしまして、参加した方々から市町村長、首長がこうやって動いていると大変な励みになる、精神的な支えになる、力強く非常に歓迎をした、感動したという感想をいただきました。今岸田首相が進めるアメリカ言いなりの大軍拡、さらに敵基地攻撃などは、これまで日本が取ってきた専守防衛を明らかに逸脱する憲法違反であります。日本の平和と国民生活を脅かすものである、絶対に許すわけにはいかない。私は地元での球場を守りの運動、はい、終わりであります。
資料をご参照くださいまして、趣旨を申し上げてくださいまして、よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。本日の資料の中に、全国組長の会議ですね。じゃあ続きまして、宮城の板垣さんお願いします。あ、皆さんこんにちは、宮城の板垣でございます。中央県の事務局長をやっております。今年の2月に、なってですね、ほぼ毎週1回ですね、私が安保三文書の研究会ですね、あるいは講演会で、それで参りました。日ごとにですね、運動が高まっているということを本当に感じて参りました。思えばですね、2015年ですね、5月の16日なんですが、ここでやったんでしょうか。おそらく愛嬌先生とですね、覚えてますか、小沢先生が講演した後にですね、交流会ございまして、私がですね、その時に宮城県ではですね、良縁の日がのようにですね、が燃え上がっているようにですね、運動が広がっているということを2015年の5月の集会で申したんですね。それは安保法制です。安全保障関連法案の反対運動が非常に広がったんですね。で、私はね、今の状況、そういういろいろ地域の教授の会でお話しすると、ね、そんな感じがそれしますね、今ね。ということで、ね、もっと押し上げていきたいと思います。それでですね、極め好きなんですね、皆さんタイムの話知ってるでしょう。4月16日から始まるとですね、岸田首相が2022年の世界に影響を及ぼした100人になったとかですね、あるいは5月になってから写真が出ましたね、ああいう話をするとですね、本当に、それを話をするんです。初め私講演の時ね、すると皆さん本当にそれは日本の戦後のですね、安保政策を100本と転換するということは実感として感じられましたね。ぜひこのタイムの記事なんかをね、皆さん今後お話しするときにね、まず出していただくと本当に腑に落ちますね。それからですね、もう一つ、私はですね、こういう2月以降運動が進んだのはですね、今日は高田さんもいらしてますが、戦争させない100人委員会とかですね、そういうところがですね、1月以来全国9カ所に、軍拡改憲より暮らす平和の運動を前進させるための集会を全国9カ所でやろうということを提起したんですね。で、宮城県では1月25日にやりまして、大江恭子さんがお見えになってですね、講演されたんですね。で、これは本当に宮城県の護憲運動全体で取り組みました。いろんな政党党派にかかるですね、それが契機になってですね、大きな運動に発展してまいりました。本当にそういう意味では、あれですね、戦争させない100人委員会、あるいは平和フォーラムなんかも参加してですね、勝島さんなんかもお見えになったし、憲法共同センターの小田川さんも仙台にお見えになってですね、激励された。それが契機になってですね、宮城県では大きな運動になったということです。それで2つだけお話します。そういう運動のこと結成点としてですね、宮城県ではこれから2つの大きな集会が開催されます。チラシをすでに、表に、置いておりますね。戦争させないストップ大軍拡大増税解禁発議、宮城県民大集会をですね、6月1日に仙台市でやります。1500人規模ですね。で、そこには、ゲストドクター、サルタサヨさんですね、皆さんご存知でしょう。最近メイク人、運動してですね、この方が応援になります。それからもう一つはですね、オープニングドーズですね、ジャズバンドをやります。で、これは森恭一さんです。今お話がなりましたように、2018-19年のね、首長・球場の会の座長をなさった方が、この方がずっとね、引き捨てたバンドでございます。そういうことでですね、森さんは6月にお亡くなりになったんですけど、それの供養も兼ねてですね、やらせていただくということで、いろんなことをやります。ちょっと時間でありましたけど、どうも失礼いたしました。どうもありがとうございます。では続きまして、栃木の稲見さんお願いいたします。
栃木県北部地域の那須野ヶ原球場の会の運営にやっております林並と申します。よろしくお願いいたします。私はちょっと口下手なんで、短い時間でまとめにくいので、ちょっと基本的に読み上げさせていただきます。私ども球場の会はですね、18年前にこの全国球場の会の1年ちょうど1年後に設立されました。いつもやってることはですね、3ヶ月に1回の那須野ヶ原球場通信というやつと、月必ず1回はやっている憲法カフェですね、そこで学習と交流を、中心にやってるわけなんですけど、で今通信読者もですね、高齢でもう字が読めないからというようなことでだいぶ減少が続いておりまして、そして最近はですね、ちょっと 気になりますけども、高齢だし通人みたいな人も現れたり、もう諦めた、あとは若い人に任せるしかないというのと、もう一つは会見には反対なので球場の中に入ったけど政治を変えるのは大変なことだと、先のその国葬の結末を見てね、これが日本の政治なのかと、そういう嘆き節を書いて退会されるといういらっしゃいます。これからだというのに決まらないんですけど、球場の会自体はそういうことで学習と交流が中心なんですが、で宣伝とか署名行動はですね、協力団体の全国市民ネットというところの取り組みに参加しております。で実は憲法カフェの参加者からですね、この岸田政権の戦争準備を着々と進めている、こういう時に憲法9条を守り生かそうという私たちの9条の会が手をこまねいて見ていってはいいのだろうかと、まずは私たちで何か行動を起こして、その行動を周辺の球場の会にですね、などに、伝えてという声が上がって、憲法カフェの参加者の中から数人の国旗人ができて、アピールウォーキングというのを計画して5月3日にやりました。で私たちは初めてですね、球場の会を名乗って旗を振ってその外を歩くなんていうことになって、どれくらいの方が参加してくれるかなと思ったら、私がびっくりしたんですけど、35人参加してくれました。JR 黒磯駅の西口広場に集まって、で一列行動でですね、警察の道路使用許可はなしで歩きました。歩道を一列、35人が一列になって歩きました。そして沿線のですね、お店の方から店の人が外に出てきて声援を送ってくれたり、あるいはそのアピール行動参加者の方々がですね、お店を訪ねて歩いて対話をして、そして、今の政治にはとにかくとんでもない政治だと、政治の最も大事なことは戦争をさせないと、そういうことではないかと、でなおかつその何ていうんですか、中国やら米中対立を煽るようなね、そういうことばっかりじゃないかというような、そういう意見がありました。でそして今日は憲法記念日じゃないと、頑張ってるねというようなことで労をねぎらってくれるような言葉もかけてくれました。そんなことでまずは第1回目は成功だったなと思いますけど、これからが重要だと思っております。6月23日とか8月15日とかね、我々忘れてはならない日にこういうことをやっていこうということで今準備をしているところでございます。もう一つはお手元に事務局の方からこれを配っていただきました、ポストカードですね。でこれはいわゆる私たち人々の中にですね、心の中に平和の砦を作るためのそういう行進にね、使っていただければということで無料でお配りしております。そんなことで頑張りましょう。ポストカードありがとうございます。では続きまして、埼玉の渡辺さん、私は渓流救助の会という遊びの集団を通じながら憲法救助を語ろうということでやってまいて、2008年に右手に中座を左手に憲法、平和がなければ追加できないというスローガン、全国の国中に呼びかけて約100人近くが集まってくれました。それで
フェイク移りというのは何かというと、氷河期に、陸に閉じ込められた、鮭、マス類ですね、まあ、今それはイワナ、ヤマメ、あるいはアマゴという、その魚を釣る山奥にいますから、皆さん、ここに参加する系列の人は、非常にロマンチストです。そして自然を整えする、そういう点で、そういう遊びながら自然を大事にしながら運動してきました。まず2014年に岩手県の花巻地域ところに渓流文庫っていうのを作って約2000の渓流関係の資料があります。日本で初、いや世界で初めて唯一の資料館だと思います。そういうのみんなで館舗を集めて作って、毎年6月の初めに交流会を持っています。また2012年からは、福島県の約4分の3が放射能で釣りができなくなった。その放射能の影響を調べようということで、京都大学の先生と協力しながら毎年広川というところで放射能の測定をやってきました。当初は1040ベクレルでありましたが、今ずっと考えて大体20から30ベクレルになっていますが、これは私たちが調べた以外には県では調査していない、そういう点では貴重な資料を提供できたかなというふうに思っています。また栃木県の塩町というところには放射能の最終処分場みたいなのを作ろう。これは大変貴重な中川の上流の日本で有数の百名水という大規模に表明された、そういう湧き水の出るところに処分場の工場を作ろうということ で反対運動をやりまして、でこれには私たちシンポジウムなどをやって、町長と課長が酒を一生懸命持ってね駆けつけてくれて、それも今はストップすることができたんです。そしてまた最近話題のリニア新幹線問題、実はあれ約1秒間に2トンの水がなくなる、そうすると上流に、非常に珍しい無斑イワナ、ヤマトイワナというのが住んでいる、これが絶滅する恐れがあるんですね。そして実際には山梨県の実験場ではいくつもの沢が枯れてイワナヤマメが絶滅しているんです。そういう点では私たちはね無視できないということで、大塚村でキャンプをしながら現地調査などをやってきました。そしてまたもっと楽しい遊びをということで、先ほど首長球場の会で、ね、呼びかけに参りました木曽町の元の田中町、あそこ農家民宿やってますんで、毎年そこに泊まり込んで裏山で大きな声で言いませんが真っ先が取れるんで毎年のことに取って、そういうパーティーを毎年やってきました。今ちょっと田中さん具合悪いんでね、ここのところできませんが、まあ、そんな方でとにかく楽しいことを取り入れながら気なくやっていこう。でもちろん坊天さんの憲法集会や国会などの集会には杉田を持って毎回そして個人的には今私 Facebook で釣り の関係を3年前に立ち上げましたら、今すでに6000人がねそこに入ってきてくれてるんですよ。そこでちょこちょこと、ね、遊び以外のことも発信しながら、そういうところでは新しい人たちが随分つながりが増えてます、まあ、こんな風でそういうところには自衛隊員や、ね、会社の社長さんや誰でも趣味の世界では参加できますので、そういう風で幅を広げながら引き続き楽しく休業化させていただきます。以上です。まずは今日の休業の方もありがとうございます。じゃ続きまして、神奈川の後藤さんお願いします。少しだけ先皆さんの憲法休業を守るものを深く敬服しております。私はこのプログラムの裏には2つの会が上がっておりますが、この他にもいくつもの会も救助会に参加しております。地元の横浜市栄区では栄区救助の会、そしてその栄区の会も参加する、根岸線沿線救助の会連絡会というのもやっております。それから勤務先は鶴見区の鶴見大学にありまして、救助の会鶴見交流センターというのもやっております。それから学者の発表として救助学者の会、これは小森さんも小沢さんも参加してくださってますが、救助科学者の会全国の会もやってますし、その神奈川版、救助科学者の会神奈川というのもやっておりますし、まあ、それぞれの会がそれぞれ特徴ある活動をしておりますが、鶴見区救助の会交流センターでは毎年5月3日に鶴見平和フェスティバルというのをずっとやってきました。ここのところコロナ禍で3年ほどできなかったんですけども、昨日13回目のフェスティバルされることができました。馬場崎ウケルさんの講演と、このフェスティバルの特徴であるフラメンコですね、これを180人の人が見てくださいました。まあ私最初現役として、参加してたんですけども、退職後もですね
あの昔の貯金また先の、住民の方々と仲良くこういう活動できること大変嬉しく思っております。九条神奈川の会というのがありまして、18年ほど活動しております。全県の会ですけれども、できる時にいろいろ議論がありまして、県内今170ほど会がありますが、どの会も対等平等であると、県単位の会だけども他の会に指令を出すようなことはしないということでやっております。ただ情報の共有ということで、行事案内の発信こういうことは続けております。6月30日にですね、神奈川公会で同で救助6月救助学校で入り口にチラシを置きましたので、ぜひお取りください。メインの講師は竹本正弘さんというプロダイバーの環境活動家の方で、海から考える地球環境平和という話をしてくださいます。で今横浜市民の間で大きな問題になっている横浜ノースドック横浜港のど真ん中にですね、アメリカ陸軍の揚陸艇部隊が新しく配備されるということで、このことを監視活動されている星野さんからスライドで、このノースドックの昨日もオスプレイが来たら欲しいですけども、そういう状況を報告していただきます。この問題現在産区市民の会というところで、私が請願代表者になって市議会議長に今請願をしておりますが、将来というか今後はですね、全県的な幅広い取り組みにしていきたいというふうに考えております。まあどの会も18年活動しますと、担い手がもともと高齢の方が多かったんで、なかなか思うように活動ができなくなりましたが、まあ、その中でも一番下なのは私が決めたですね、九条科学者の会神奈川、当初は呼びかけ人、事務局長、会計係、年報管理の方、ホームページを作ってくれる方、まあ、何人ものメンバーで楽しく活動しておりましたが、今では、一人一人、二人一人で、事務局長の私、たった一人で生きることで、生きてる化石のように、防衛のようになっておりますが、亡くなった方々のですね、それぞれの思いをですね、受け止めて、なんとか年2回の手紙を出す活動だけを続けております。ありがたいことに1回手紙を出すと数万円の還付が来まして、年にも10万円ほどになりまして、それでそういう活動を続けることができております。それから地元の栄区の救助の会、これも代表が2人亡くなりまして、なかなか大きな活動ができないということでですね、近隣の会、栄区は本郷台にあるんですけども、終わりです、ごめんなさい、じゃあ終わりです。また報告資料に書きますので、ぜひお読みください。ありがとうございました。次にそれでは引き続き神奈川から岡田さんお願いいたします。後藤さんの大変なる分担をしなきゃいかんということですね。やっと後藤さんの後の事務局長を若い女性健康士が引き受けてくれることになりましたので、ぜひ神奈川さんもこれから少し大体ですね、私を筆頭にですよ、アラフォーどころか、あら、セブンティーンじゃないですよ、セブンティーンですよ、アラフォーじゃない、アフターセブンティーンだけでやってるんです。これはね、本当に変えなきゃ。私はだから、若い人たちがどうしてこう参加できないんだろうか、あれがどうやって参加を求めたらいいのか、実は11月30日にですね、神奈川県民ホールという、2400名入るところで、なんと無謀ではないかと一部に批判されながらですね、金平さんと田中裕子さんを例にした集まりを持ちまして、それから山崎陽子さんといって、もう京都生まれなんだけど様っぽさったと自分で言ってますからね。田中裕子さんはまさに横浜で生まれ横浜で育ったんですね。そうか。でこういうので非常にいい会がやりましたけど、お二方が喋って、まあ、山崎さんに挨拶してもらって、田中裕子さん、金平重信さんに喋ってもらった後、若者とその3人の会話をしてもらおうと、ということで、まあ、私が声をかけたのは、私京都の神奈川公共団の顧問しますので、平和大使、高校生平和大使、それから日本民主青年党神奈川県が、それからもう一つはですね、
横須賀で非常に環境問題、横須賀火力発電の問題で裁判になったりしている非常に若い方が、女性の方が頑張ってる。なんとかですね、そういう3人ぐらいが会場に、このね、会場から登壇してもらって3人とやり取りができないかという企画を立てたんです。結果的にはね、1人しか来れなかった。それがですね、はっきり言ってね、おじさんたちがね、ここの部分の全部自分たちが計画して、ここにこのテーマのこのだけで何分間か話してくれって言ったって冗談じゃないでしょ。いや本当にやるならば、初めからね、企画段階から若者がじゃあ何を今求めてるのか、特に憲法の問題としてはどこに中心があるのかとか、あるいは興味があるのかとか、そういうことをやってもらわないと。ので3人要請しましたけど、1人でした。で次だから6月30日まで後藤さんの言った環境をテーマにしますの でこれがじゃあ一緒にやっていいんじゃないかというふうにいろんなところに声かけましたが、その前に若者の憲法集会があるので大変なんですということで、これまでちょっとなかなか難しい。ただね、やっぱりそういうこのこちら側のこの持ちかけ方といいますかね、なんかスポットで若者参加生徒で参加してもらいたいと頭を下げる。いや逆な立場になったら我々もね、なかなかいかないですよ。やっぱ本当に自分たちの思いと、あるいは自分たちがこれからやろうとしている活動との関連でおじさんたちと一緒にやるということを意識的にやる必要があるのではないかと今年78が訴えます。これからは少し東京の皆さんにお話をいただきます。東京の塚原さん、お願いいたします。2005年3月9日結成の救助の会中野です。私は事務局長の下原と申します。よろしくお願いいたします。さて、1982年8月15日東京中野区は憲法擁護非核都市を宣言いたしました。青山革新区政の時代であります。町には子どもの笑顔がある、広場には若者の歌がある、ここには私たちの暮らしがあると始まる三文書のような宣言文は当時の中野区の職員が考案したものであります。こういうものであります。絵柄も40年前の通りで今も使われております。昨年は憲法擁護各都市の40周年ということで、それを記念して憲法擁護のポスターの制作に取り掛かりました。もちろん一昨年の暮れくらいから貼り出された憲法改正あなたが主役という詐欺みたいなポスターに対抗する意味がありました。私たちはまず、このような、草の根から憲法を擁護し生かす実際キャンペーンを、あなたのキャッチコピーをポスターにしますというチラシを作り東京新聞に織り込みました。その結果約 60の作品の応募がありました。私たちはその一覧表を作って、多くの人に、聞いてまいりました。聞き取りから聞き取りを重ねました。その結果2つの作品が残ってきました。それは、映像が浮かびやすい言葉だったんだろうと思います。そのうちの1つが、こちらでございます。重厚には花を、救助には翼を、こういう、言葉に絵をつけてポスターにしました。この言葉は作者花井遥となっていますけれども、それはペンネームで、実は根岸俊夫さんという男性でした。その方は、この言葉を残してから間もなく病気で亡くなられました。まさに遺作となったものであります。でこの言葉に、絵本の誰の子も殺させないの挿絵を組み合わせました。もちろん出版元の鴨川出版と、それから絵の作家の浜田恵子さんの許諾を得ております。そしてもう一つの作品がこちらでございます。憲法は戦争が残した平和への羅針盤。これは区内在住の藤田直子さんという女性が言葉を考えて、それに
中野区内在住で美術の先生で、昨年あの私だけ聞こえるというドキュメンタリーの映画がヒットしましたけれども、あの監督の松井太監督のお母さんにあたる松井直さんという方にイラストを聞いていただきました。私たちはこの、ポスター500枚ずつ1000枚印刷しました。で今、あの今年の1月に完成して、この4ヶ月の間に大体500枚貼って、あとは500枚残っている状態になります。で中野区内は一応無料で貼り出すということにしておりますけれども、すみませんが、あの区内が、これ2点で1セットで500円でお願いしております。と、いうのもあのお金がかかってますので、一つは資金を回収しなければならないということ、それから実はこれからこのポスターの英語版を作っていくことを計画していきます。このポスターの2つのポスターの英語版を作って、アメリカ大使館の前と、それからロシア大使館の前に掲げたいというふうに考えています。ぜひご協力ください。よろしくお願いいたします。素晴らしいポスター紹介しました。それでは次ですが、東京の石川さんお願いいたします。皆さんこんにちは。政治救助の会の石川と申します。本日は救助の日の建立の経緯についてご報告をしたいというふうに思います。昨年の6月19日に東京で初めてとなる救助の日を東京都足立区柳原の地に建立することができました。当日は救助の会の事務局長小森洋一氏、国際ジャーナリストの伊藤千尋氏を迎えして除幕式、感染の集いを行うことができました。その後全国各地からこの救助の日をですね、見学といいますか見に来ていただいた方がたくさん今いらっしゃいます。2020年の11月3日に救助の日を建立する会を発足させました。それから約1年半の活動を経てこの完成の日を迎えることができました。会の発足以来800を超える個人の方々および諸団体から多くの支援をいただき完成に至ることができました。日本全国各地から救助を絶対に守っていくというそういう強い意志を感じることができました。活動の中で非常に困ったのは設置場所をどこにするかということだったんですが、医療法人財団県和会から土地をですね、提供していただいて、その場所に、設置することができました。この案をご覧になって非常にユニークな形なんですけども、アイデアと設計は建築家の吉田健二さんとご長女の美希さんにお願いをいたしました。準備会議のプレゼンテーションでこの形を見てですね、非常にユニークな球体をということで球場をかけたということですね。そうだね。ぜひ完成させたいということでみんな頑張ろうという意見が上がりました。救助の日を建立する会の発足のきっかけは2000年の1月に遡ります。戦時救助の会で開催しました伊藤千尋氏の講演会で、国内外に、救助の日があるということを初めて教えていただきました。中でもアフリカ沖のスペイン領カナリア諸島のテルネシというところに広島長崎広場という小さな広場があって、そこに日本国憲法第9条のスペイン語の翻訳の、9条のプレートですね、畳2畳ぐらいのプレートがあるということを聞いて非常に驚きました。日本にも20数カ所の救助の日があるということだったんですけれども、東京にはまだ存在しないということを聞きまして、その講演会でぜひですね東京に作ろうというそういう発議がされました。今ウクライナの地で許すことのできない破壊行為がロシアによって続けられています。私たちは武器を持つことはできませんが、今日集まった皆さんと同じ意思でですね、平和を希求するそういう運動を継続していきたいというふうに思っております。今日本では憲法9条違反の危険な
戦争国家づくりが進められようとしています。軍事対軍事に代わる平和のうちは救助に基づく平和外交だと思います。共に頑張っていきましょう。球場バッチです。あ、球場バッチも、はい、これです、ね、はい、では次ですが、東京からやはり星野さんお願いいたします。葛飾、教職員球場の会に参加していますが、そこを起点としていろいろ考えながら取り組んでいることをお話したいと思います。まずは教職員球場の会を再開したことについてです。本家球場の会の呼びかけに応じて活動していましたが、第一次安倍政権が倒れたり他のことに忙しくなった人も多くなったりで、しばらくは休暇山状態でした。第二次安倍政権が集団的自衛権容認を閣議決定したあたりで、このままでは大変なことになると考えた人たちが集まって活動を再開しました。はじめは学習交流会中心でしたが、途中から駅頭宣伝コートを中心に切り替えました。また毎年成人の日には数百人の若者に球場を守ろうのチラシを手渡しています。続いて葛飾球場合同アクションの結成についてです。2017年5月3日に安倍首相が憲法に自衛隊明記を表明したのをきっかけに、休眠中のいくつかの球場の会も一緒ならできるということになって、葛飾球場合同アクションとしてスタートし、もう5年以上毎月第3土曜日に2つの駅を交互に10人から30人でスピーチ、チラシ配布、署名活動を行っています。また3文書の出された前後に布施雄心さんの学習会、飯島茂明さんの学習交流集会を行いました。ちなみに飯島さんは葛飾の中学校で僕の教え子でした。参加者の確保、人集めの工夫ですが、アクション終了直後の打ち合わせで次回の日時場所を確認し、しばらくしてショートメールで情勢意義も含めて連絡し、実施の1週間ほど前に参加の見通しをショートメールで聞き、連絡なしのところに電話しています。3つ目ですが、さまざまな連携も模索しています。区内には球場の会以外にもいくつか募金団体がありますが、そのうちの一つと毎月2人ぐらいずつお互いのアクションに参加し合っています。5月3日の憲法記念日には葛飾では全駅宣伝行動を行っていますが、そこで行動してから有明で大集会に参加した人もいます。教職員球場の会で現在活動中なのは全都で大体5つぐらいです。全都教職員球場の会連絡会を作って多くの教職員を結集できるように準備中です。お手元にある大学同窓生球場の会をのチラシをご覧ください。ない方は帰りに出口左側にありますので持ってってください。で、そこに書いてありますが、現在4つほどの大学の球場の会が活動中です。法政、和光、外語、東京経済大です。近々大学 OB 球場の会連絡会を結成します。他の大学も参加をご検討ください。その設立集会と内田達さんの講演会を6月13日火曜日5時から日比谷図書館で行います。はい、ふるってご参加ください。最後ですが、会見発言がないとは言い切れない中、発議にも具体的に備える必要があると思います。個人としてやれることもあると思います。賛同してくれる人を増やすことも大事ですね。例えば年賀状を活用してアピールするなども考えられますね。とにかく老骨に鞭打ってはさすりながら会見を阻止し、未来に平和をバトンタッチできるよう頑張りたいと思います。ありがとうございました。それでは東京から島田さんお願いいたします。
皆さんこんにちは。救助の会東京臨時局会で事務局長をやっております島田と言います。東京の救助の会全体の取り組みの現状と課題、そして現状打開の間の等についてお話ししたいと思います。救助の会東京連絡会全体でかつては1000人規模の大集会を持てましたが、最近は2ヶ月に1回懇談会を開いて、でそこではタイムリーな講演を聞き、各地の交流をし学び合っています。東京には約600の救助の会がありますが、残念ながら以前より参加者が大きく減少しています。そしてこの2ヶ月に1回の懇談会に基づいて年に6回生き生き憲法という会報を発行しています。これです。これは6月号これ12ページに読んでいます。また戦争はダメというポスターまた持ってます。またこっちもうちょっとこっち寄ってます。こっち旗がこっちに寄ってあポスターと残り旗ですね。戦争はダメっていう残り旗であります。でこれが都内各地で今活用されています。で都内各地の取り組みとしましては、先ほど述べられた3つの地域、そして板橋や練馬、その他のいくつかの地域ではコロナ禍でも多くの会が活動を続け、連絡会も定期的に持たれ、区内市内の他の保健団体、民主団体と連携し、大きな影響力を持っています。以前と同じように活発に活動できています。というのが東京の現在の大雑把な状況です。しかし、ここが問題なんです。他のことで忙しくなったり、高齢化により、担い手が減ったり、会の中心だった人が亡くなったり、コロナ禍で自粛を余儀なくされたりして、やむなく活動停止に救助か救助の会が少なからずあります。最盛期の2015年あたりと比べまして、無権勢力全体の力は半分ぐらいになったのではなかろうかなというふうに心配しています。このままでは会見を防ぎきれないのではないか、どうすればいいのか、いくつか考えてみました。大きくは組織の立て直しです。開店休業中、あるいは閉店してしまった救助の会も少なくありませんが、できれば再開復活を目指します。このままでは危ないと危機感を持っている人が多いはずの今こそチャンスです。単独での再開が難しいときは、いくつかの会が集まって合同アクションという手があります。 2,3 人では駅頭宣伝は難しいけれども、10人以上集まれば元気が出ます。続けることが できます。それも無理な段階なら、各地域に必ずある拠点的な救助の会に合流したり、取り組みに結集することはできます。あ、もうすごい終わりだそうで、すみません。以上、若干の方策を考えてみましたが、活動停止中のところが、自力で再開や合同アクションにこぎつけるのは容易なことではありません。誰かが、例えばここにいらっしゃる皆さんが温度を取って働きかけたり、束ねる人になったら進んでいくと思います。最後に一言です。会見を防ぐ鍵は
世論を味方につけられるか、つけられるかどうかです。マスコミに洗脳された人の認識をひっくり返すのは容易ではありません。何をどう言ったらいいのか、工夫して駅頭宣伝などに臨んでいきたいと思います。最後の最後ですが何をやるにも担い手が必要です。共に取り組む仲間を増やすこと、このことも忘れることなく多方面取り組んでいきたいと思います。頑張りましょう。それでは、ここからは長野の方に移ります。長野から岡田さんにお願いいたします。こんにちは。長野の新村東京都知事がありました。私の村に、日本で唯一の満蒙開拓平和記念館がございます。満蒙開拓を被害者と加害者の立場で検証して、そして再びあのようなことのない国を作っていくという決意のもとに10年前に開館いたしました。大勢の皆さんが来ていただいております。私どもの地域、飯田下井名という地域は8000人という満州移民を分村という形で満州を送り出しました。そして半分の皆さんたちが犠牲になったわけであります。再び国策に沿って住民を犠牲にしない、こういう反省と決意の上に満蒙開拓平和記念館はあります。戦争は国家が行いますが、それを支えるのは地方自治体であります。地方自治体の協力がなくて戦争は遂行できないのであります。憲法は戦争の放棄とともに、その地域はその地域の人たちが責任を持って守り収めるという地方自治、この2章を新たに加えたわけであります。自治の本旨を謳った92条は憲法9条と表裏の関係にあります。憲法9条を守りたくなることは、それぞれの自治体の面子的な発展と切っても切れない関係にあることを私たちは確信しております。そしてそれぞれの地方自治体を平和の砦にしていくという決意を固めて、戦争のできない国づくりを地方から作り上げていこうと考えているところであります。しかしながら今非常に大きな球場の運動が壁にかかに差し掛かっております。いわゆるロシアのウクライナ侵攻、そしてそれを利用した我が国の安全保障が非常に危機的にあるという非常に意識作為的な意識的な宣伝、この宣伝の中で私たちのような地方の住民の皆さんたちも漠然たる不安を抱えております。九条の運動がなかなか発展できない、その裏にはこの漠然たる不安というのがあると思っています。そしてこの漠然たる不安、このことをどう解決するかといったときに、出口を見えない不安の解決としては、力に頼る道を選択するということも非常に大きな危険性としてあるというふうに私は感じております。九条改憲阻止の上にどのような安全で安心な国ができるのか、国を作っていくのかということを私たちは今その道筋を明らかにしなくちゃならないと考えております。私たちも地域の中で一生懸命この道筋をみんなと一緒につかみ取りながら、この道筋はまさに平和への道、憲法9条改憲を阻止する道、そして地域から日本の国をしっかりと平和の国に変えていく運動に取り組んでいきたい、こう考えております。皆さん頑張りましょう。
吉田さん、お願いいたします。岐阜救助の会の代表世話人をしております吉田千秋といいます。哲学の教師をやっておりますけれども、この今日は11月3日に、救助の会を中心にして、憲法記念の平和の集いをやっておりますけれども、今日はその話はちょっと横に置いて日常活動の一つの方を報告をしたいと思っております。で、街頭活動も今回今月314回迎えておりますが、このサロン救助というのは2004年の10月3日に創設して間もなくの頃から続けておりまして、今こと今月でちょうど365回になるんです。で、まあ区切りがいいからちょっと発言するかということで、分散会だと思ってましたら全体会だと先日聞きまして、それじゃやめとくわって言ったら、いやそれは困るって言って今回発言させていただくことになりました。でサロンっていうのは名付けたのはこの原文はこうなんですけれども、こういうものでいつも発行してるんですけれども、ここにも書いておきましたけれども、憲法9条を柱に平和を幅広く深く捉えるためにさまざまな話題を取り上げて気軽に話し合おうといいます、そういう場としてサロンと名付けて今日までやってきました。で、2時間なんですが、前半は話題提供者に話してもらって、で後半はもう全て意見交換というか意見交流に、毎回入っております。まあ、ただ話題提供者も様々な中で、僕みたいな研究者とか専門家の方は話題提供ですよって言って、講演したらダメですよってきつく言うんですけれども、なんか入れ墨を出されて講演になっちゃってね、時間がなくなっちゃうというね、そういう分かれたとは言いませんけれども、意図が違うようなものになることもちょっと困っておることですけれども、まあでも全体としては非常にわけありありと、いろんなですね課題を取り上げております。で、今年あった1月から5月の、例で、言いますと、まずは自局的な、課題ですよね。憲法9条をめぐる政治情勢をめぐる、これについては、例えば、363回の3月に行いましたこの学問の自由をなくすのか、学術会議法改正問題を巡ってというようなことですね。実は話題提供者なしで、ビデオというか DVD、で、やって、でまあ、私の方で少し、追加的に話をして、そういうのをやる場合も、あるんですが、5月には今月ですけれども、365回が放送道の正体とは何かと、市民中心の情報メディア法をということで、元 NHK のディレクターもやっておられました方にお話をいただいて、意見交換しました。で、それだけじゃなくて、いろんな私たちの日常的な生活や、あるいは、まあ、人生といったら大げさですけれども、気になっているような問題をこの間もいろいろ取り上げてきました。で、今年で言いますと、2月にですね、孤独感を抱いて生きている人たちは今ということで、命の電話という活動がありますよね。その命の活動の岐阜の事務局の方に現状というか課題というか問題を
お話ししていただいて、それについて、必要な意見交換を行うことができました。また皆さんご存知の、マイナンバーカードこれも取り上げましたということで、まあ、今後さらに充実させて、取り組んでいきたいと思います。以上です。ご視聴どうもありがとうございました。出現者の皆さんのご協力によりまして、順調にですね、ちょっと早いですけども、ここで休憩に入りたいと思います。お手洗いは他の会にもありますので、そちらの方もご利用ください。で3時、5分から5分早く進行してください。こんにちは、四日市から参りました伊藤と申します。今年の集会の副題を見まして、これはぜひ参加したいと思って申し込んだんですけれども、先ほどの吉田さんじゃありませんけれども、発言がですね、分散会があって、そのぐらいのところで発言があると思って書いてしまったら、こんな皆さんの前で話しするということで、ちょっと恐縮したり、足が震えたりしております。それが、大江さんの僕の話、個人的なことが半分ぐらい占めまして、あまり会の活動報告にならないかもわかりませんが、概要はですね、私たちは侮辱の中にいてるということを拒否し、瀕死状態に陥っている救助をこれからどうしていくのかということと、そして来年の6月4日21年目のアピールの記念日にもう一度今の状況に応じたアピールを出してもらえないものかという、そういう発言をしたいと思います。今年の5月3日東京新聞はどうだったでしょうか。中日新聞には1面トップで救助の会の記事が載りまして、見出しは救助の会思い絶やさぬという縦見出し、横見出しで、横見出しが発足20年目高齢化で団体減、これは午前のどなたかも発言されたのによく似た共通がどこにもあると思うんですが、そして、中日新聞ですので愛知岐阜三重の県内の各状況が書かれておりまして、三重県の場合は50ほどあった会が今も連絡がつくのは40弱、2、3ヶ月ごとに開いているネットワークの会合は10から15回しか参加しておりません。僕自身今日は全くの個人参加で、三重県や四日市の会を代表しているわけでもないんですが、そんなことが書かれておりました。で、四日市は6月に18年目の集いを18周年の集いを開いて、菱山直樹さんに来てもらうことになっているんですが、僕発言をしてみたいなと思ったのは、実は大江さんとの思い出みたいなといいますか、訃報を聞いた時に本箱の蓋を開けましたら、20歳前後の時に読んだ厳粛な綱渡りと持続する志が残っていまして、ほっとしたりですね。そしてもう一つは2012年の7月に大江さんが、私たちは侮辱の中に生きているという非常にこう心にぐさっとくるような発言をされたのが僕には印象に残って、10年余りそのことをかみしめてきました。で、大江さんはさすがの文学者ですから、その侮辱するという言葉については、中野重治の小説の春先の嵐という小説の一節から引用したものだと書かれております。そしてネットで調べましたら、2014年12月の東京新聞のインタビューでは、政府が市民を侮辱しているとこう、述べられておりますし、さらに、手元の古びた1970年発行の沖縄ノートをパラパラと読んでおりましたら、これは沖縄の方が語った言葉として、沖縄の人間に対する侮辱だと語った、重い重りのように魂を貫く言葉として侮辱という言葉を使ったのではないか、これは大江さんの解釈なんですけど、そんなことやらね、この侮辱のうちに生きているっていうのが、
原発憲法保険だけじゃなくて脱原発の問題でも沖縄の問題についても共通している、戦後民主主義をよりどころとしてきた大江さんの、この問題についてそれぞれの問題についてこんなに侮辱されてたまるもんか、そこに僕たちは今生きていなければならないのかということを述べられたのかなと思っております。そして話しておりますけれども、昨年の3月でしたか、雑誌世界に救助は死んだという文章が書かれましたね。もう名前省きます。で今年の4月14日に朝日新聞にも同じく坂田さん の, そのインタビュー記事が載りまして、そのインタビューした記者は南救助、敵の国土を攻撃できる救助とはなんと生まれた姿から離れたグロデスクな存在なのだろうと、そんな厳しい表現で述べておりました。で僕はあまりのんびり楽観的に考えられないんですけど、救助をなんとかするためにアピールを来年現在の状況に合わせた瀕死状態に陥っている救助をどうしていくのかということを含めた、あるいは沖縄のことも触れたアピールをもう一度出していただければというようなお願いして終わらせていただきます。時間を回してすみません。ありがとうございました。じゃ続きまして、滋賀からの平尾さんお願いいたします。ようぞお越しいただきました。滋賀県からやってまいりました名古屋市の平尾と申します。この憲法給与の問題は先ほども出ましたけど、私たち地方自治体にとっては地方自治の問題だと思っています。それで平和の問題、そして人権の問題、命の問題、このことは地方自治からやるべきだと私は思って、まあ、それなりに努力を続けています。で実はもうご存知のように大変大きな変化が起きています。人口減少です、高齢化です、大変な疲弊が地域で始まっています。で具体的なことを一つ申し上げると、例えば中古品、ご存知の方は来られるかどうか分かりませんが、私たちローカルの地域ではいわゆる中古品というのは日本遺族会を中心にしてこれを、まあ、存続あるいは撤廃するという形がずっと続いてきました。今やその日本遺族会の皆さんは80を超えます。とても中古品を維持できる状況にはありません。そこで私たちは名古屋市は比較平和、市民委員会というのを持っています。これは比較平和都市宣言をすることを通していかに平和を根付かせていくか、そして核兵器廃絶の運動を市民がどう作っていくのかということで市民委員会を設けています。その中でこの中高費の問題をちゃんと議論しようということで2年間かけて議論しました。去年の3月に答申が出ました。一つは中高費は公費、税金でしっかりと撤去をしていく、その代わりに戦没者、この人たちの名前はしっかりと引き継いでいこうと、同時に戦争の犠牲者は戦没者の軍人や部族ではありません。一般の市民、多くの戦争犠牲者がいる、この人たちの名前を刻む運動を始めようということになりました。そうしましたら遺族会の中に、私の母は英霊の母として戦後を生きてきた、しかしその生き方そのものが実は戦争犠牲者ではなかったのかということを遺族会の皆さんが語り始めた。そして遺族会の皆さんがなぜ遺族会運動を続けてきたんですかと問えば、答えは二度と遺族会を作ってはならない、そういう日本社会を作るために私たちは頑張っている、もちろん自民党の関係や靖国神社の関係はあるけれども、私たちは戦争をしてはならない、そういう社会、遺族会を作ってはならないということで遺族会を作ってきた、これに私は分かりましたという返事をしました。そして税金をかけて中高費は撤去しましょう。そして皆さん方が尊いとされてこられた戦没者、軍人軍属の名前はそのまんま私たちが作る新しい平和のモニュメントに記名させてもらいます。同時に戦争犠牲者の名前を公募し、それを挙げようと、そのことで今出てきた結論は一つです。それは何としてもあの沖縄糸満市にある平和の礎、このことを内地私たちの滋賀県の前原市に作りたいという声が出始めました。私は全く同じ企画のものを調査させて今すでに工事に入りました。今年のプラントール、これを同じようなものが滋賀県前原市に登場します。そこには前原市の遺族、実は1400名程度ですけども、その方たちの名前をそのまんま記名をします。同時に今全国に呼びかけています。戦争犠牲者の名前を留めたいという人があったら申し出てください。ここに名前を刻んで
そして前原を訪れてくださいという、まあ、スローグもつけながらですけれども、新しい前原市の市民平和運動としてこれを始めようと思っています。そしてこの平和の沖縄では平和の維持とおっしゃって、私たちは平和の維持と言おうと思っていますが、その正面には私が実は確か2005年ですね、平成の17年前原市は合併で生まれた町なんですけど、私はそれの初代市長を始めましたったわけです。その時に最初にやったのは、合併しましたから4町の議員さんが70名80名ぐらいおられるんですよ。その中で最初に6月に提出したのが企画平和都市宣言です。先ほど中本の方がおっしゃった、私はどうもあれをパクらしてもらったというか、ずいぶんこう見せてもらったような記憶がさっとあるので今思い出したんですけども、あのことをベースにしながら平和都市宣言を作りました。全会一致です。もちろん自民党も政府からもらう。それはなぜかというと、やっぱりあの世代の人たち、私より少し上の世代です、みんな戦争を経験している人です。でその思いは言葉で言えば出ました。二度と戦争はしたらあかんな、こんな時代を繰り返したらあかんぞ。そして平和憲法の中心は9条ではない、これをしっかり公共平和を記念するという最初のご挨拶もありました。この念ずるということ、祈るということ、そういう象徴として平和の礎を前原氏は作っていこうと思います。そのことを通して9条の問題と同時に憲法改正などはあってはならないということで、その横に建立の記念碑を作りました。その文章の中に明確に私たちは日本平和憲法を守りますということをしっかり入れて、比較平和、比較三原則、このこともしっかりと国税として守り抜きますという言葉を市民の声としてそこに刻み入れる結論は議会で出ています。このことをあとは実施するだけ。そしてそのことをできればこの九条の会、平和と日本を戦争させてはならないという私は圧倒的な数があると思っています。この力を国民の声として今こそ地方から、そして都市から、人々の暮らしの中から作っていただく、そういう運動として結実させる運動を、小さな自治体ではありますけれども気まじめに進めていく市民がたくさんいるということをご報告し、皆さんと連帯をし、今後とも活動に専念していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。憲法を守るのでありがとうございます。では続きまして、今日の新堀さんお願いします。私は、ロシアのウクライナ侵略を許すなの、ピースパレードを行いました。その内容について、この1年間の活動についてご報告したいと思います。私の住んでいる九条の会、向こう市のことですが、それは、まあ、後でお話するとして、九条の会向こう市連絡会は、8つの団体で構成されています。向こう市は、向こう市自身には6つの小学校区があります。2004年の九条の会のアピールに賛同して、2004年その年および次の年で全ての6つの小学校区で九条の会ができました。その地域の九条の会と、女性人の新婦人の向こう支部および男に医療生活協同組合の中の九条の会と、この8つで今現在構成されています。毎月定例の会、事務局会議を行って、活動しています。昨年の2月の24日ロシアがウクライナを侵略しました。それに対して抗議行動として3月9日の定例の旧の日宣伝行動を使って、ハンドマイクによるリレー宣伝とサイレントサンディングを行おうということで取り組みました。9条の9の日にちなんで、毎月夕方5時から5時半30分間ですけれども、向こう市の中心である阪急電車の京都線の阪急東向こう駅の駅頭でハンドマイク宣伝を行っています。普段は5人から10人ぐらいで行っているんですけれども、この日はなんと61人の方が参加されました。かつ発言がいつもは2、3人でやってるんですけれども、10人の団体全てのいろんな方がお話をされました。30分が1時間かかりました。でそういった中で
皆さんがピースパレードをしてほしいとしましょうという話が多くの声が上がりました。で、私たちは申請せずにハンドマイクを使ってピースパレードはしてますけれども、やっぱり警察にちゃんと申請してやろうと、で持ち帰って検討した結果、この情勢で必ず声を上げていこうということになりました。で、内容としては夕方4時から5時の1時間で出発すべき場所で20分間本当招集会をして、そこから1キロぐらい先到達へ向かって、パレードを行うという内容でした。で、お年寄りが多いので足元が明るいうち、暗くなればちょっと転倒の問題とか出てきますので、明るいうちに4時からということでやるようになりました。1年を通して4回行いました。4月、7月、10月、2月、2月は24日でした。あとは15日の日に行いました。大体平均して60人から90人の参加がありました。で、それプラス緊急として9月の24日に国葬をやめよう、このパレードを申請みんなでやりました。80人が参加して、やりました。で、やってみた結果として、やる前は気が重たかったんですけれども、やってみたら簡単なことで、そういうハードルを下げられることができたということで、いつでも頑張ってやっていこうということについてみんなの中では確認できました。で、引き続きロシアのウクライナ侵略を許すな、憲法改悪反対の内容をこの4月以降また4回ほどもう年間予定として組んでやっていこうということにしました。で、憲法をはじめとしていろんな課題が、厳しい状況が出てきます。緊急性も要求されます。大きくグローバル的に考えながら行動ワークを過ごすと、ローカル的に機敏に地域に根ざして頑張っていきたいと思っております。以上です。ありがとうございました。出現予定ですけれども、実はちょっと事務局の方で手違いがあって、お一人発言が漏れておりました。24番目に静岡の、静岡市末広球場の会の池谷由紀子さんから発言をいただくというようなプログラムにさせていただきます。では続きまして、京都の、原田さん、お願いいたします。皆さんこんにちは。憲法9条を守ろう亀岡の会の原田でございます。2003年のイラク戦争からちょうど20年です。当時小泉首相は俺はついていると大変大喜びをしてですね、イラクへ自衛隊を派遣、9条改憲に乗り出してきました。これはとんでもないことだということで、亀岡では2004年の2月の28日に憲法9条を守ろう亀岡の会を結成。全国の9条の会は2004年の6月10日ですから、それをちょっと3ヶ月ほど早く結成をいたしました。以来19年間毎月9の日に宣伝署名行動と、11月の3日の憲法公の日には国道9号線というのがあるんですが、国道9号線を9条ロードにしようということで、畳1枚の憲法9条を守るという大きなプラスが、最近では憲法を政治と暮らしに生かそう、立憲政治を本当に潰されてますから、そういうプラスターにして掲げています。国道の10カ所の交差点でありまして、昨年は、ウクライナの侵略もありましたから、ウクライナに一日も早く平和をということでやりまして、150人ぐらいが参加をして憲法スタンディングを行いました。で、岸田首相も同じように、小泉さんも同じようにですね、ウクライナの戦争が始まって俺はついてるというふうに思っているんでしょうか。今年7月の所信表明で明治維新から77年で終戦、それから77年、
今は明治維新終戦に次ぐ第三の歴史の転換点だというふうに強調して、軍事費だけを倍増させて世界10位から3位のロシアを抜いてアメリカ中国に次ぐ 3位の軍事大国への富国強兵に突っ走っています。これは明治憲法がの下で富国強兵を進めてアジアの大国となった日本よもう一度という、こういう夢を見ているのではないか、本当に恐ろしいことだというふうに思います。4月5日小泉洋一、小森洋一さんら日本の学者ジャーナリストら31人の方が、今こそ停戦を、私たちの地域の平和をという広島に集う G7 指導者に送る日本市民の宣言を発表されました。記者会見の中で伊勢崎、健二さんは、戦争で被害を受けるのは全世界のとりわけ弱い立場の人々だ、ロシアは侵略を止めよ、アメリカは代理戦争を止めよ、この2つを同時に同じ強さで持って訴えるのが憲法9条の心です、こういうふうに言っています。前者だけではロシアは怖いからもっと軍備増強を、日米同盟の強化を、こういう勢力に元気を与えるだけだと、こういうふうに述べました。広島サミットは本当に失敗だったというふうに思います。平和と非核のシンボルである広島やそれから球場、これを吹っ飛ばされました。しかしアジアの人は、私たち日本の市民が核兵器廃絶や朝鮮戦争、ベトナム戦争反対で戦ったことをよく知っています。韓国の人は球場はアジアの宝だというふうに言っています。2015年違憲の戦争法案が出されたとき、救助の会は8月の30日に国会10万人、全国100万人の取り組みを全国挙げて成功させようということで渡辺さんが呼びかけられました。この2015年の8月30日神岡では250人で集会をやってデモをやりました。国会前には12万人が集まりました。その国会前の集会で亡くなられた音楽家の坂本龍一さんは次のように発言いたしました。憲法というのは世界の歴史を見ると何世紀も前から自分たちの命を懸けて戦い取ってきたものです。もしかしたら日本の歴史の中では明治憲法しかり、日本国憲法しかり、自分たち日本人が命を懸けて戦い取ったものではなかったかもしれないけれど、今まさにそれをやろうとしているのです。戦争法の運動はフランス革命に匹敵します、こういうふうに訴えられました。本当に今こそですね、国会を何重にも取り囲むヒューマンチェーンをぜひこの共助の会で提起をしてほしいと思います。非核平和の世界を作るのは国会ではなく、私たち一人一人の世論と運動の力だと思います。命がけで戦う決意を述べて発言します。ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして、同じく京都から辻垣さんお願いします。発言するつもりはなかったんですけど わざわざ京都から東京来るんでね、参加をお見通されたら悲しいな思ってね、発言つもり用紙にこういう発言するって書いてあるんですよ。ほんならまあめでたく300人の中に、入ったんですけどね、模型が参加を確認したら発言者に入ってるの。まあ九条の会が2004年の6月にね発足して、
小学校に一つ地域球場の会を作ろうと呼びかけがされて、ちょうど私60歳で定年退職、まあ、5月で80になったんですけども、そういう呼びかけがあって、ちょうど定年退職した時期でね、あの小学校で球場を作ろうということで頑張って発足しました。で、そのあとすぐ、韓国の方に、であの日本語の先生をする機会がありましてね、日本語と日本語を離れて九州の会は、その仲間たちに任したんですけど、今日お話したいのは、一つは私たちがやってきたフリードワークというのがあるんですけど、戦争史跡を回るということでですね、今問題になっている放送の弾薬庫ですね、全国で4つ、大型の火薬庫整備そして作ろうというので、今年の予算で、58億円予算が提示されて、そして放送の弾薬庫というのは、私が住んでる京都鍋市の隣の聖火城にあるんですけど、そこでは4億円の調査費を計上してね、もちろん市街地ですから、敵地攻撃能力で弾薬庫というのはまさにね、あの攻撃対象になります。この平方の金屋弾薬庫製造所というのがあるんです。そこが事故で700人の方が死亡して、そのためにあのその放送の弾薬庫ができたという計画があるんですけれども、そこでですね、私は今反対運動を政府自治体にその、弾薬庫どうなってんのという説明せよという運動をしております。7月の23日には聖火町の議員をお呼びして球場の会で講演学習会を予定しています。どうしてもね、あのたった70人じゃあ70人は死んだわけですけど、平方のね大学校はね、まあまあ今はもう核での攻撃というのを確保しなかったわけですからね、どんなに被害が広がるか分かりません。この、問題をね、取り上げて市民運動にしていきたいと思っています。で、私たちはあの成人式宣伝ということで、毎年10年ほど、成人式に宣伝し、毎月9の日には宣伝やり、それでフリードワークをやり、そうですね、ということをやっております。まあ小さな活動ですけれども、京都府全体でもあの5月3日には2000人、久しぶりにたくさんの方が集まってね、やっぱり憲法を守らなかという雰囲気が盛り上がったところですけれども、小学校単位ですけれども地元で頑張っていきたいと思います。以上です。大阪からいらした、大勝さんお願いいたします。大阪から参りました大勝と言います。私は、大阪の吹田市からやってまいりまして、吹田はですね、あの、まあ、某新聞赤旗新聞ですけど、潮流の25日も最近ですね、25日付で、潮流の記事に、紹介いただきましてね、あの、まあ、井戸貞蔵物語を書いたとかいう本を、ね、出しておられたり、そういう方がいらっしゃって、その中には松本洋一郎という市会議員を9期務めた人の名前とかね、で
副会議員、大阪では唯一としなってしまったんですけどね、市会議員、副会議員の石川太恵さんの名前なんかも、載せていただいておりました。まあ、その意味では非常に、吹田市のね、あれを載せていただいて、若干誇らしく思っているところです。歴史的には無三者診療所がありまして、1931年8月に、開設された三島無三者診療所というところがありまして、まあ、戦前には閉鎖されたわけなんですけど、その初代所長の墓参、を、お墓はまた斬新でね、デスマスクを墓の上に飾るみたいなことで、デスマスクを保管しているのが、元愛川病院、今、愛川診療所になってるんですけど、そのデスマスクを保管して、毎月8月にお墓参りをするというような伝統を持っておるところで、まあ、若干革新的な地域かなというのは思っておるところです。まあ特には地域、私どものね、吹田千一片山山手球場の会というんですけど、これはそれぞれ千一小学校、片山小学校、山手小学校という3つの小学校の、単位を一括りにしてやっておる団体で、これはまあ球場、全国の球場の会の1年後に、結成され、まあ、2005年やったと思うんですけどね、結成されて今続いております。まあ、地域は結構、まあ、一校区でね、一つの球場の会議がそこまではできてないんですけど、コツコツ、毎月、休業日の宣伝をやっております。駅前、吹田、JR 吹田の駅前でね、やったり、また、阪急に豊津という駅があるんですけど、豊津の駅前にやったり、あとは、19日に、もやろうということで、これは安保法制の9月19日を、起点に、球場の会員が他の団体、まあ、民主的な団体、まあ、婦人団体とか障害者の民主の人とかと一緒に、団体を、戦争する国づくりを許さない、政治家というのは航空の会みたいな形でやって、空港19日を、やっております。まあだから事前に毎週、会議やってますので、4回ぐらい毎回会議やって、続けているところです。まあだいたいマイク宣伝と手作りのビラをね、ということです。やって、まあまあ、高齢化とかね、財政問題とかあるんですけど、あと、今は吹田の中では20ほどの、平和団体、球場の会とかね、平和団体があって、それの交流を、1年半前から3ヶ月のごとに やり続けて、2日前にもやってきたところで、引き続きね、こういうの交流を、大阪的とかね、そういうのも含めてやっていきたいなというのを思っているところです。以上です。どうも。それでは、やはり大阪からいらした、熊野さん、お願いいたします。皆さん、こんにちは。豊中球場の会ですが、豊中一番星という変わった名前でございます。今から19年前、私とあと2人の女性が、まだ球場の会できてへんかったら、大江健三郎さんの呼びかけに応じて作ろうやないのってメールを飛ばしまして、パッと集まった15人集まってすぐ立ち上げました。それから19年間喧嘩もせずに、分裂もなしでやってまいりましたのは、全く政党とか組織というものに依拠しておりません。本当に人のつながりで、思いだけを共有してやってまいりました。
でただ女性のだけの運営をしている会っていうのは珍しいと思うんですけど、でも会員にはたくさん男性がいらっしゃいまして、男性の方が多いです。でも運営は私たちがやっています。であのすごくあのなんていうか何でもやっちゃうんですね。でピースパレードってやりてえなって言ったらもう翌年からピースパレードやって、それで、毎年、このピースパレードをやります。5月3日に。でもこれ他のいろんな人たちに呼びかけて、無所属の市会議員とか政党の市会議員の方とかも呼びかけて参加されますし、労働組合の方もたくさん参加されます。大体今年は150人、5月3日で豊中市内だけで150人下ることは絶対ないんですけども、18回目で、ですね、そういうのをやっております。どこへでも呼びかけて誰とでもつながっていくっていうのが私たちのモットーです。それで、通信も出しておりまして、一番星通信っていうのも出し、でこれはね、あのなんか何月に一遍とか、いや片振り進化嫌だから、思いついた時にやろう、私たちいつも思いついた時にやるんです。で大体まあそう思いつくんですけどね、年に 4,5 回は出してると思います。それからよく講演会なんかを最初は自前でやってたんですけども、どんどんつながりができて、いろんな豊中にはいくつも球場を迎えますので、ご一緒にいろんな活動をさせていただきます。最近の講演会でちょっと変わったのをご紹介します。これ地域で90歳の悲惨な戦争体験をされた女性が何かやりたいというので、ご一緒にね、地域の女性の方とご一緒に伊藤千尋さんをお招きしまして、誰もが輝ける社会を目指して、まあ、その最初の第一幕として、深刻な90歳の方の恐ろしい戦争体験を聞いて、お若い方にも来ていただきましたので非常にショックだった。やっぱり生の体験というのはすごい力があります。それから他市とも一緒にやっておりまして、美濃にピースフェスタ、美濃も盛んで、ついで宣伝しておきますけど、美濃球場の会も一生懸命頑張っておられます。で、若い人の話を聞きたいというので、格若という、国際会議の時に活躍されまして、この前もテレビに出ておられましたね、高橋裕太さんという22歳のですね、格若のリーダーの方のお話を聞きまして、全く私たちとは違った感性で核兵器廃絶運動をしているというふうに、感動しました。これからも続けたいと思います。あと30秒でとっても勝手なお願いをします。実は私2年前に NHK で放送されました仕方がなかったと言うてはいかんのです、旧大生体解剖事件の原作者です。あのドラマの原作は私が書きました。で、先ほども申しましたが、もう戦争体験を語る人が少なくなりました。私これ私の叔父の事件ですので、私叔父と非常に深いつながりがありましたので、叔父の医師としてこの恐ろしい旧大生体解剖事件の語り部になりたいと思っております。この場をお借りしまして、どうか皆さん私呼んでやってください。大体東京ぐらいまでは行けますから、2つの目撃証言のビデオと、そして私のお話で戦争が人間の心をどれだけ破壊するか、そしてどれだけ加害を行為を関わった人たちもどれだけ苦しんでいくのか、そして私の叔父のように自分は反対したにもかかわらず死刑判決を受け、それを受容しようとする、そういう戦争責任への取り方という話もさせていただきたいので、ぜひ私をお呼びください。もし今この場でも お申し込みいただいたらよろしいと思いますので、またよろしくお願いします。ちなみに79歳になります。死ぬまで頑張ります。ありがとうございました。それでは、兵庫からいらっしゃいました大西さん、お願いいたします。
私は、精神入団救助の会の大西と申します。今回の交流会には会で1万円のよりカンパするから行ってこいということで、参加したいでございます。私どもの救助の会はですね、神戸市の西区に、あり、まあ、西の神戸ということで、意味で、精神入団救助の会ということを名乗っております。私どもの会はですね、東京で救助の会が発足した2年後にですね、2006年の11月ですけれども、17年その後活動を続けています。平和な町に戦争はいらないということで、その呼びかけに賛同した市民で作った団体でございまして、現在会員サポーターで約250名ぐらいのメンバーを抱えているところでございます。そして毎月1回の街頭活動、そしてニュースの発行は累計で300号を迎えました。また毎月の月の集いでは弁護士やジャーナリスト、学者の方々をお招きしてですね、講演会を開催しているところでございます。ホームページもですね、悪戦苦闘しながら月1回確実に更新をしております。会員の動向や行事予定、それから、ユーモアあふれる川柳、それから地元の野鳥をですね、カメラで収めてアップをしております。皆さんもぜひ精神西の神とか書きますが、精神球場で検索をしていただければご覧いただけますので、よろしくお願いしたいと思います。また年1回はですね、記念の集いとしまして、約300名ぐらいの規模で開催をしています。今日はご出席の方もいらっしゃいますが、今まで小森洋一さん、池田佳代子さん、伊藤千尋さん、浜田典子さん、それから池部慎一郎さん、それから池内佐藤さんに講演をいただいているところであります。先週ですが、5月20日に第15回の記念の集いを開催しました。今回は劇作家の平田織田さんを講演にお招きしましたところ、約350名の、まあ、ホールがいっぱいになるぐらい来ていただきまして、大変面白くて興味深い話をしていただきました。ただ私どもの会も今までの発表にもありましたように、運営委員の高齢化とか救助の会の継続にいろんな問題を抱えています。しかし平和の町に戦争はいらないという原点を大切にし、地域から一人一人の市民の生活から平和な暮らしが維持できるように今後も声を上げていきたいと思っています。そして私どもは地域の音楽や映画、演劇など文化サークルとも連携して市民に密着した活動を心がけています。最後になりますが、5月3日に開かれた兵庫県憲法集会で高校生平和大使の長富ひなださんが発言した内容を1、2行ですが報告します。私たちは近隣の国々に向けた多くのミサイルに囲まれながら、日本さえ安全であれば良いとは思いません。それは私たちが大切に思う人たちを戦争に導く危険と隣り合わせの作られた安全だからです、とこういう発言をしています。若い人の力もですね、ぜひ借りながら運動の継続に努めてまいります。ありがとうございました。それでは広島からいらっしゃいました木上さん、お願いいたします。こんにちは。広島県の安芸郡府中町というところで活動しております、府中町救助の会の八木雅彦です。よろしくお願いいたします。会員は41名です。
私たちは月1回のペースで事務局会議とニュースの発行、憲法勉強会、宣伝などを行っています。先週開催された広島 G7 サミットでは、全国から集まった警察官の数の多さと厳しい交通規制に驚かされました。サミットに出席した多くの人々が原爆資料館を訪れ、被爆者の訴えを耳にしたことで何か心に刻んだことと思います。また広島が世界に発信されたことを喜んでいます。結果は被爆者の思いを踏みにじる広島ビジョンになったことを、早速翌日21日の宣伝で訴えました。昨年は3月に町会議員の二谷慎吾さんに、広島から考える日本国憲法について、9月に広島県救助の会事務局長で弁護士の石口俊一さんに、今進められている会見の招待について学習会を行いました。12月に発表された安保関連3文書の危険性を訴える宣伝から、救助いいねのパンフレットの受け取りや、私は戦争で広めに大竹、二度と戦争はしちゃいけんとか、わしら全体が非常に真面目な方でして、私持ってくるの忘れた、救助ニュースやこちらから発行されて、ぜひやってほしいと思うんです。大変なことは分かってますが、やっぱり世界で一番平和な国は日本とコスタリカです。私の大好きなコスタリカです。それが私は今回このロシアの戦争侵害を、侵攻ですか、それを止めに行くべきだと思ったんですが、岸田さんはそういう考え全然なかったようで本当に残念です。それで私たちは一応まあ真面目にやってまして、7月1日に青木治さんをお迎えしてやります。それから静岡弁護士会の方でもアジアの平和を考える東郷さんをお迎えしてやります。で、この青木治さんに関しては入場券500円なんですね。というのは私たちの先輩が自分の遺産を私たち末広救助の会に300万円ほどパンと入れてくださったものですから、それを利用して入場券も300円、500円で抑えることができるということで、まあ、一応静岡から頑張ってます。それで先ほどおっしゃってくださったリニアの反対、これは静岡の川勝さんの悪いわけじゃなくて、もう一度全国的に考えていただきたいと思います。本当に原発一基がその電気が使われるくらい、それと同時に自然ももうめちゃくちゃにされます。そういうことを考えて、川勝さんが悪いわけじゃありません。JR が悪いんです。そこのところぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございます。皆さんのご協力によりまして、銀行総理に対して予定通りの、発言を挙げたかったので、それぞれの会議からですね、本当に活発な活動をされているという事実を具体的に手に取るようにですね、ご紹介いただいて、これを糧にですね、私たちもこれからですね、大学の活動反対と、憲法改革反対というのに取り組んでいきたい、このように司会としての、ね、決意を語りにしたことです。ではここで、今日お越しのですね、世話人の皆さんから、ね、それぞれご発言をしたいと思います。一言ずつ、今で3分ということになりますけれども、ご紹介いたします。皆さん、ご苦労様です。早稲田大学で教員やってる愛嬌と申します。
私がこのような集会とかそういうことに出始めたのは30年ぐらい前でしょうか。医療協力法に反対する集会でもありまして、国会前とかに出かけるあたりから始まったんですけれども、私研究者としてはですね、どちらかというとリアリストで悲観的なタイプですから、実は国会前に行っていても多分9条改正されるな、これもダメだなと思ったんですね。ダメだなと思いつつ、まあ国会前に行ったんですけれども、これは私も全く予想を外れていまして、まだ憲法改正もできていませんし、それから集団的自衛権行使部分改憲したと言っておきながら、実際にまだ行使はできていない状況を作ってきたのは皆さん の活動だと私は思っていて、これは確認すべきことだと思います。私は予想が外れた、もちろんこれからの運動は大変ですけれども、ご自身たちがやってきた成果ということもやっぱりあるんだということがあると思います。あともう一点なんですけど、私がなぜどちらかというと私は学級肌で研究するタイプで運動するタイプではなかったんですけどなぜ国会前にいたかというとですね、当時の早く亡くなったんですけど、和光大学の社会学の教授だった道場君という方がですね、僕を誘ったんですね。で、国会前に今更行って何も変わらないじゃないという僕に対して彼が一生懸命説得して、最後の手札になったのが、でもね、若いやつが行くとおじさんおばさんが元気になるんだよっていうそれは僕にも価値が、これまだ私20代ですから私この頃にはまだ56なんですけどこれは僕は私心打ちました。で、本当に出かけて行って一生懸命頑張ってる方々を見たっていうのが大きいと思って、その後自分の、研究者として育つ上でも。ですので若い人だったらぜひ元気になってください。僕もそのような年になってますので、これからも元気にいろいろ続けていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。世話人もやっております朝倉睦子と申します。今日は時間がないから喋るなって言われて司会の席に座ってたんですけど、おかげさまでちょっとだけ時間ができたということで、今急遽ですね行って話してもらって何を喋ろうかなとか 今ですね考えていたところなんですが、今年の3月ですよね、大江健三郎さんが亡くなりました。3月3日ですよね。そしてその3月に岸田首相がウクライナに行った時にしゃもじを持ってったっていうんですよね。それもなんかその対比があまりにもちょっと私にはショックで、3月はですね本当に大江健三郎さんを偲んで、いろんな番組特集番組にもありましたし、それから私の古い書庫から昔の大江さんの本を取り出してきて、毎夜夜な夜なですね読んでおりました。そしたら大江健三郎さんっていうのが本当に新しく私発見したんですが、このコロナになってですね、世界中がやっぱり今ケアの倫理といいますか、そういうことを発見したっていうふうに今言われていますね。それでケアっていうのは要するに他者を介護したり育てたりですね、そういう自分だけが一人生きてるんじゃなくて誰か他人の世話になって生きてるというそういう状況を、世界中でみんな確認して、そのケアに携わる、人間関係のですね見直しっていうのが全世界で行われている、そういうことをこの3年間ね私たち学んだと思うんですけど、大江健三郎さんは本当にそのケアの倫理というかケアの思想というのをね、もう本当に昔から発見してそれを大切に育ててきた方だったっていうことをですね、実は私本当に自分の中でですねつくづくこう胸にの中に感じ取りました。本当に他者に対するこう温かみのある思い深い思想ですよね。そういうものがやっぱり大江さんをしてこの憲法9条というものをこう全世界にね広げていこうというふうに思わせたんだ。その底には非常に深い人間愛というのがあって、そのケアの論理というのがあったんだなっていうことをですねつくづくこの3月は思い知った次第です。今日皆さんとですねこういう形で
全国でこういう救助を守ろうっていうそういう気持ちで非常に創意的に皆さんが活動していらっしゃるということを先ほどから伺ってですね非常に本当心強く思いました。本当にありがとうございました。続きまして、さんの清水さんです。世話人の一人である健悟と言います。私は軍事研究反対運動、軍学共同反対運動というんですが、軍事研究の反対運動をずっと続けておりますが、この1、2年特に軍事研究の拡大の動きが非常に目立つようになります。要するに防衛省が引きがあってその、軍事研究をの枠をどんどん広げてるんですね。で防衛予算の中に例えば橋渡し研究というような格好で、普通の民生研究と軍事研究を橋渡しするそういう形での軍事研究がどんどん進められつつあります。経済安保法もその一つですね。で私は軍事研究は学問を殺すと言ってるんですよね。で実はこれは学問を殺すだけではなくて軍事研究は、やがて思想学問そのものそして言論というようなそういう私たちが現在まだなんとか保っている、自由ですね。学問思想の自由を壊していくということになるわけですね。つまりこういうような集会もできなくなるわけです。まさにこれは救助というものの要になって私たちは学問の自由を、現在持っておるんですが軍事研究という格好をとってそれを、学問の世界にあるいは大学にそして、教育の中に広げていくという格好で、自由なものの言い方もの、言論思想が失われていくというそういう危険性があるという。それはつまり学問は、軍事研究は学問を殺すという学問だけじゃないんですね。で現在例えば日本学術会議が自民党の政府の攻撃にあってるでしょ。あれはまさしく、軍事研究をやらないということを言っていた日本学術会議を、目の敵にして攻撃をかけて、おそらく民営化という方向に打ち出してくるんではないかと思いますが、要するに学問の政治世界あるいは社会への影響力をなくしていくということを、企んでいるわけですね。というようなことで、その九条の、戦争は嫌だという そういう普通の私たちの言葉が言えなくなるというその第一歩として、第一歩というかもうですね日本ぐらい進んでるかもしれませんが軍事研究がの拡大が続いているということです。で、私たちはびっきながら、なんとか今のところは組織だった大学からの軍事研究への参加は今のところはまだ少ないです。なんとか一応、頑張ってるんですが、果たしてそれはどこまで頑張れるか、それはもう皆さんと一緒に、軍事研究そのもの、そして学問の自由、思想の自由、言論の自由をきっと私たちのものとして、保存していく、失ってはならないということで、頑張っていただきます。もう皆さんと一緒に頑張りたいと思います。ありがとうございます。皆様こんにちは。翻訳をやっている池田です。いや今日は本当に皆さんに元気をいただきました。
感動したり、ちょっと呆れてみたりしました。でね、大江さんのとは給料の会でお目にかかるだけのお付き合いだったんですけれど、沖縄に、国際ホテルっていう名前は立派なんだけれども木造のすごく古いホテルがあって、那覇に泊まるためにそこを常宿にしておりました。そしたらば何とか泊まっているうちに大江さんの部屋に泊めてあげる、大江さんが沖縄ノートを書いた部屋にずっと泊めていただけるようになったっていうのを思い出しました。大江さんが伝えた沖縄の心、広島の心、球場に対する思い、私たちはそれを背負って、ね、肋骨に鞭打ってっていうお言葉がありましたけれども、私たちの背中にはもう鞭がビュンビュン風を切ってますからね、頑張っていきましょう。で最近ね、だって責められたらどうするんだって言われることはありません？で、ウクライナ見てみようとかね。で、それに対するヒントになるかもわからないので、私の答え方をちょっとお伝えしたいと思います。若い人でさ、こうちょっと大きな顔した人がね、それあなたの感想ですよねっていう、なんか腹立たしいのありますよねこれそれで論破したとか言ってるんだけど、これって何にでも言えるから論破でも何でもないですよね。論してないんですから、開けつろってないんですから。だけどこのノリでですね、責められたらどうするんだって言われたら、それゲッベルスが言ったことですよねって言ってくださいませナチスの宣伝書です。ゲッベルス言いましたよね、戦争したがる国民はいない、だけどそんな国民を戦争に向かわせる簡単なことが、敵が攻めてくるぞって言えばいいんだ。それにあなた乗せられてませんっていうふうに言うと、ちょっとは身のある話ができることもありますぜひお楽しみください。それでウクライナ見ろって言われたらですね、今すぐ戦争を終えても占領地では非人道的なことが続くかもしれないし、戦争を続けることも悲惨ですよね。つまり戦争を始めてしまったらもうハッピーエンドはないんです。だから戦争を始めないこと、戦争をしないこと、戦争しないと、こちらから戦争しないと言っている球場を大切にすること、これしか世界の答えはないと思います。頑張りましょう皆さん。では今日もありがとうございました。続きまして、友子さんお願いいたします。皆さんこんにちは、伊藤でございます。今池田さんのお話の夏の話が出てきましたよね。そういえばちょうど10年ぐらい前なんですが、夏の手口を学んだらどうかねというとても目つきの悪い方がいらっしゃいました。で、もうしばらく忘れてたんですけれども、タイムというアメリカの雑誌の表紙にまた目つきの悪い方がですね、なんかこう登場しまして、そして岸田さんなんですが、日本の顔のような形で紹介されてしまって、日本を軍事大国にする、で、それに対してすぐに外務省がクレームをつけて、そしたらネットの中で変わってたんですが、かつて平和主義だった日本に大きな役割を果たさせたい、かつて平和主義だった日本、そんな表現なんですよね。でも世界からはそう見られてしまっているということなんだろうと思います。昨年末の防衛三文書の中の、国家防衛この安全保障戦略という最初のものなんですが、その中に、我が国の
安全保障の基本原則という項目があるんですね。でそこで、法の支配だとか民主主義守るとか、書いてあるんですが、いくつかの項目があるんですが、その中に憲法が一個も出てこない、憲法が全く出てこないんですよ。我が国の安全保障の基本原則に憲法が出てこない、なんだそれは思うんですね。でも、それで日本は軍事大国になってきますよ、世界にそうやってアピールし、アメリカに喜んでもらってる、そういう状況ですよ。まさにそんな中で、憲法9条は死んでしまったじゃないか、そんな声もちょっと聞かれたりもします。いやこの9条の会がある限り憲法9条は絶対に死んでない。まさに私たち国民市民の力でこの9条、そして平和な日本、東部で変な風に変わってしまいそうなところなんですが、それをぐっと元へ押し戻していかなければなりません。9条の問題というのは、もちろん戦争しない平和、この国のありよう、この国の形としてもうとても大切です。ですからそれと同時に、私たちの自由や一人一人の権利を下から支えている、9条があるから私もこうして自由に好きなことが言えるわけだ、目つきの悪い人なんて言えちゃうわけですよね。もしこれ9条がなかったら、すぐになんか、被告人が捕まってしまうかもしれません。9条あることによって私たちの自由を支えてくれてるんだ。逆に言えば9条がなくなったら私たちは自由に生きられなくなってしまうということ、だからこそこの9条本当に大切です。自分たちと考えが違う人たち、異質な人たちと共存し合う、これが9条の基本的な発想考え方なんだろうな思うんですね。異質な他者との共存とでも言うんでしょうかね。だから日本の国とちょっと考え方が相入れないなという国とも共存していく、国同士も異質な他国とちょっと違うなと感じるところがある国とも共存していく、そして私たちの市民社会の中でも、ちょっと考え違うな、あの人苦手というね、そういう人たちとも異質な他者ともお互い理解し合って共存していく、その根っここそが9条なんだろう本当に思います。なので今日も本当に24のね、皆さんたち団体それぞれの地域からのお話を伺います。本当に力が私も出ました。地方から変えていく、草の根から変えていく、それは今日若者たちをどうね呼び集めたりとか、それでも若い皆さんたち来てくださる方いますよ、そういう皆さんたちが来てくださった時にぜひ励ましてあげてください。ちょっと前にね、朝日新聞のデジタルではあるんですけれども、こんな記事がありました。隠したい元シールズの過去、誹謗中傷されちゃってシールズであんだけ頑張ってね、それこそ、おじいちゃん私たち年配者の元気をくださったあのシールズですよ、がちょっと元あのシールズの、活躍を隠したい、誹謗中傷されちゃうし就職先に知られたくない、そんなにもんだっていいわけがないですよね。ですから来てくれた若い人たちに頑張れよ、すごいことだよ、それ必ず、将来役に立つからね、人生の先輩からそうやって励ましてあげること、それがとても大切なことだ、思います。若い人たち、来てくれる人たちを大切にしてそこから広げていくということが本当に大切なことなのかなと思いました。今改めてそれぞれができること、一人一人ができること、私は当日から端くれたもんですから、安保法制違憲訴訟という裁判を中心しながら裁判所に訴えかけるということをやっています。なかなか厳しい壁ではあるんですが、それぞれが、それぞれの場で今まさに今できること、それをやり尽くしていきたいなと思っています。でそのために物言わぬ従順な、物分かりのいい人間なのではなくてね、やっぱり口うるさい、物を言う口うるさい民になり続けること、それが大切だと思います。そのためにはみんなで一緒にこうして学び、考え、一緒に行動すること、それが何よりも大切かなと思います。一緒に頑張りましょう。皆さんこんにちは、日体大憲法を教えている清水と申します。
新田大は右寄りの大学と思われているかもしれませんが、昨年3月5日、私から学長にロシアによるウクライナ侵攻、これに対して何もしないのかと働きかけしたところ、3月7日に学長が抗議の声明を出してくれました。今でも大学のホームページで見ることができますので、ご確認ください。で7月9日、総選挙説もある中で、やはりこれからぜひ各地で平和運動を再構築してほしいと思います。で私自身は自衛隊意見と考えますけれども、でやはりこの安保3文書の問題は、保守層も巻き込むことができると思います。で意見論があったからこそ、自衛隊は憲法で否定された、戦力ではない、実力に過ぎないと、いうことを言ってきた。で国会路線を通じて、自衛隊の海外派遣の禁止だとか専守防衛集団的自衛権行使の否認などを勝ち取ってきた。これ自民党政権でこういう制約を作ってきたんですよね。そういう意味でも今回の三文書問題については、保守層も巻き込んで運動ができると思います。あれ3分でタイマーセットしたつもりが俺3時間でセットされてる。もう聞かないですね。で一方議論の批判のポイントだけ少し述べたいと思いますけれども、やはり相手の着手段階で攻撃可能としてますから、これ判断間違うと先制攻撃になるという点で、やはり国連憲章にも反するという問題があります。であと反対する人たちの中に、敵地攻撃イコール先制攻撃だという批判する人がいますけれども、先制攻撃ではない敵地攻撃もありますし、でそれも海外派遣禁止や専守防衛に反するので、それもやはりぜひ批判してほしいと思います。そして、敵地攻撃だという批判の仕方はやむを得ないかもしれませんが、三文書では対象を相手の領域としていて敵地に限定していません。だから私は敵地攻撃、相手国攻撃、全面攻撃という表現も使うようにしていますけれども、反対する側が敵地攻撃だという限定した反対の運動をするのもやはりこれ正確ではないので、もっと向こうは大きなことを考えてますから、そういう点批判してほしいと思います。で、あとはそういう意味ではね、ぜひ今回の問題についても学習活動をした上で、そして、総選挙いつあるか分かりませんから、それに備えて各地の運動を続けてもらえればと思います。時間がないのであれですけど、憲法改正と戦争という本を3月出しましたので、ぜひこれも参考にしていただければと思います。あと2時間56分あるもう3分過ぎますね。それじゃあ私の話を終えたいと思います。ぜひ頑張ってください。今日は他の店員の方、上地博さん、田中裕子さん、高藤の方、山口亮さん、それぞれご都合が少しいただいてませんけれども、それでも後に皆さんに手元に届けさせていただいて、この瞬間を、文字にしたブックレットという、そちらの方では一言をお寄せいただくというこういう予定になっておりますので、そちらの方でもって、世話人の皆さんの、ね、思いを受け取っていただければというふうに思います。それでは最後に巡業の皆さん長時間にわたって本当にお疲れでした。今日は、32都道府県からそれに29の分野別の球場の会合わせて292人の参加になってます。本当に当日から含めてお疲れ様でした。大成功だったと思います。もう連日報道されているように、昨日おとといですか、新憲法制定議員同盟、これ昔中曽根康弘が呼びかけて作った組織です。これが総会をやりまして、改めて来年通常国会までに改憲発議をすべきだと、これは国民民主党が
先頭だって言ったみたいですけど、聞いてれば。これはもう岸田さんもずっとそう言ってることですから、女性はそういうことだろうと思います。文字通り救助部の会にとっても正念場だと思います。来年も救助部からなくというと、まあ普通考えてもくれつまくるですね。あと1年そこそこで改憲発議をするという国民投票まである。発議するには60日から180日発議した後期間が始まるから、そうすると実際に案を作るのはどんな遅くても3月とかそういうところまでに改憲案を採決するっていう、そういう可能性なんです。本当にこれを私たちが許すかどうか、そういう正念場が来てると思います。今日は大江さんの志を受け継いでというサブタイトルをつけた会合で、本当に今受け継いでいかなくてはならないと思います。大江さんも本当は一緒に戦いたい、そう思っていると思います。私たちはそういう意味でこの来年の通常国会まず夏までに改憲をやるという改憲派の企てを阻止するために、世論を高め運動を強めて、何としてもこれから戦いを大きく進めなきゃいけないところだと思います。国民投票ということですけれども、国民投票さあそういうことだから国民投票に備える運動をやろう、これはちょっと違うと思うんですね。やっぱり この会見がどんな悪いことか、岸田会見、軍拡会見がどんなにまずいことかというのをもう一回後半の人たちに説明する。国民投票反対運動ではなくて、まずその運動を徹底してやることが、私は国民投票そのものを阻止していく運動の基盤を作っていくんだと思うんです。ですから時間はない、大変ではありますけれども、もう一回ここで憲法救助を変えさせない、軍拡を許さない、戦争する国にさせない、そういう運動を皆さんと一緒にやりたいと思います。できることを本当に工夫して従来の殻に閉じこもらずに、今までこの3年間コロナで私たちは苦労してきましたけれども、できれば今日5月28日をもう一度救助を迎えの再出発点にして、全国で大きな運動を作りたい、そして必ず岸田会見を阻止したい、そういうふうに思います。今日皆さん の発言を聞いてても、そういう気持ちに本当になりました。どうですか皆さん、本当にこれから各地に帰って頑張ろうではありませんか。どうですか。今日この場で、それぞれの交流したですね、内容をぜひ各地域に伝えて、活動に関していただければと思います。気をつけてお帰りです。感想文用紙がありますので、それを覚えていただいて、ぜひ私たちの活動の今後の参考にさせてください。それと誠に恐縮ですけども、もし志をいただける場合には感想文用紙と一緒にですね、アンパンを受けていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、小林さんどうも、今日はお越しいただきました。ありがとうございました。